今日 EMS がめっちゃ良くて、そうなんですよ、端末が余っております。昨日休止かそうですよね。いやーめんちゃんで辛いっす。昨日早かったですね。いや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 、しっかりは取れましたか。もうすっかり今日もよろしくお願いします。3級の夕までに9時まです。あ、9時です。初めての2日連続はいですね。初めて。話し合った結果行くことになったんですか。はい、日本がいいかなっていう。なるほど。あ、穂高さんが前にいる。前、おはようございます。いきなり大ロストが起きました。あれあれ、後ろから来た後ろから来たよ。あらちょっと分岐間違えましたか。うん、気をつけてね。びっくりした。おはよう、行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい、大丈夫、うん、あれでも一番やん。鈴鹿山脈入りましたけどどうですか。いやー、なかなかレベルが高いというかやっぱ早いな。入江さんはどうでしょう。3日目ですね。入江さんがパンパンしてました。パンパンですか、はい、MF の疲れもあってそのまま来てますもんね。こっちの疲れの方が大きいと思います。あ、そう思いますか。はい、歩くと長いんですけど。おいでらっしゃい。頑張って歩けない状態。歩けますけども、うん、ちょっとあのすごい急登のとこありますよね、うん、あれ結構上がれるかなと思って、どうですかここまで。あ、今日はいいですね。いいですか。今日は全然良くないです。やれ対照的な2人。いや、疲れた。頑張ろう。毎日リタイアしたいと思う。今日は6日目ですよと言いながらソロで残ってますね。いや、もういいですか、じゃあ今日もうちょっとだから。ピークは踏んでいただこうという。いやいや、行きますよ。昨日ちゃんと吹雪の上行ったよ。山頂まで行きましたから。知ってる知ってる。はい、行きます。はい、また。遅いんじゃないって言われてますよ。自分でやってみろや。暴言吐いてるよ。言ってるじゃん。言ってるからいいじゃん。じゃあ長いから、はい、いかにこう積極的に走るかが大切やと思いながら昨日は通しましたけど、はい、いってらっしゃい。なんか走りながら回復してる感じ。そんなことあるんだ。意外とペース落ちないんで、
はい、明るいうちにゴールできそうです。ああすごい。6時切ってるじゃないですか。めちゃくちゃ早い。え、下り飛ばした。最高でした。稜線がもう最高。僕あのチーム名の通り重装がメインなんで。ああそうか。はい、もう最高でした。あそこです。そこ降りたらもうゴール。お疲れです。よかったよかった。あれからめっちゃしんどかった。登りが、三池がおー、マジでよかった。あ、これ温泉間に合った。間に合った。行きますか。お風呂行こうか。9時まで。僕はギリギリ減ってんなしで帰ってこれ。はい、お疲れ様です。19時3分はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい元気そうですね。まあまあ元気です。はい、ですね。アルパインのメンバーです。あ、へえ。じゃあもうホームグラウンドみたいな。ホームグラウンドですね。じゃあ今日走ってきたのってこうもうすごく馴染みのあるっていうか、よく行かれる。もちろんもちろん。ああ、そうなんですね。すごい。この時間じゃあかんって言われるんだ。今度は4番やな。4番や。4番。はい、頑張った。すごい大先輩に。長いよ。長かったよ。いや、ありがとうございます。結構さまってる。結構さまってるよ。マジで。上登りました。いや、今から行きます。今から行きます。すごい綺麗ですよ。ちょうど夕日な感じですか。うん、ちょうど。これはもっといいかもしれない。下りや下り。関門がやばい。いける。下りやから。夏目ちゃんが下れへんけ。そう。まあ無理はせやんといて。でもな、下りや。うん、ナイスラン。間に合いますかね。時間的には大丈夫。本当？うん。そんなにかからない。下りやし。いやもう後ろから見てるすごかった。いや筋トレがほとんどない。ここまでしてくれただけですごい嬉しい。すごすぎる。いやいやお疲れ様。いや、はい、8時34分です。お疲れ様でした。だからもう毎日リタイアしたいと思う。思い方毎日じゃない、一歩一歩思ってる。リタイアしたい。進み続ければ。生き地獄なんだよな。生き地獄。はい。はい、いけるいける、はい、食べ続けていけるところまで行って、うん、いっぱい食べて、はい、はい、8お疲れ様です。よくちっちゃくなったな。
あの 1.5 リットル、ホストさんに置いてきた。2人を。間に合わなさそう。うん。じゃあ、あれは？ああ。お帰りなさーい。いやいや、疲れ様でした。いやーよく頑張りましたね。すごいすごい。いやー何もすごくないです。いやー本当すごいっすよマジで。もう疲れました今日は。いや今日が一番ですわ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にもすいません。いや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 。バカバカ山本さん頑張ったんですよね。いや頑張りましたよ本当に。すごい精神力で。本当ですよね。魂強い。今何時ですか。今ちょうど1時ですかね。ごめんなさい。いやいやいや。お本当だ。いつもありがとうございます。握りです。いや、まあ、夜までには、はい、夜遅くから朝早くまで、はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、今日は復帰で、ここから復帰でまた頑張ります。だいぶ回復しましたか。したと思います。唯一の感想を繋いでますが、もうそろそろいいですか。3、2、1、はい、スタートです。いらっしゃい。頑張ってください。頑張ってください。いらっしゃい。よし。ごめんね。いらっしゃい。行きます。庶民派が揃ってるんですね、ここは。ん？庶民派ランナーズ。派手な助っ人が現れましたね。その前にです。女の子と一緒だと頑張れる。あ、なんか穂高さんが女の子といる。またなんかどうです。いや全然、うん、あ下りゆっくりです、うんうん、久しぶりですね。リタイアしたいと思いながらいたけど、もう7日経ってしまった。頑張れ。どうですかここまで。ならなかった。まあ比較的ゆっくり来たんですけど、はい、結構きついです。こっちや。お疲れ様です。あ、どうもどうも。井上さんと一緒に
ランデブーって感じで楽しかった。あ、ランデブーだったんですか。そうそうそう、すごい早ペースだと思うんですけど、はい、大丈夫です。そんなことないです。そんなことないです。コースタイムの半分ってちょっと早くない？ 4割ぐらいか。4割ぐらい。からね、今4チームしかないんですよ、つながってるチームが。山本山さんつながってますから。さすがにつながるのは。はい。なんとか頑張ります。はい。うん。景色も良くて、うん。トイレが動いて、うん。花も咲いているのに私の足は重い。チーム感想が見えてきましたね。うん。ジロケイさんはいけると思ってましたから、意外でも何でもないですが、すごい、やっぱり底力がすごい。いらっしゃい。景色を楽しんでらっしゃいますね。このステージの特徴といえば特徴なんですけど、そうなんですよ。いらん特徴でした。二回目登場。さらにボロボロ。こんなになってる。うん、なんか別のものになっています。パン粉だ。岩佐さんはブドウを食べています。うん、どう調子は。今日すごい調子いいです。おっと、昨日ゆっくり休んだせいか、うんうんうん、なんか調子いいんですよ。すごい楽しいです今日。やったよ、嬉しいよ。まあ、あの目標には来てはいないですけどね、うん、なんか追い上げてきたね。でももう7日目って思うと早いね。そうですよね。そして唯一のソロ完走目前の大輝さん。やめよう。お疲れ様です。ナイスランです。はい、本当だ、便利だもんね。来年供給します。はい、あ、やった。え、どういうことですか。うどん屋さん下ろしてるんですけど、どういうことですか。本当に作ってます。え、これを作ってらっしゃる。作ってます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はぁ、ムンゴさん、お疲れ様です。12で、つげ、はい、お、見えてきた。前半が厳しすぎるな、このコース。あー、そうですか。ここまでが鬼ですよ。登るのはいいんですけど、はい、全部急なんですよ。うーん、走れないですね。全く走れない。ムンゴさんでも走れない。全然走れない。あー、なんか落ちたら死ぬんちゃうかみたいなのいっぱいあるんですよ。崖だからね、10キロするのに3時間かかるんですよ。うんうん、これがクラックしとったんやろ。クラックしとった。え、暗いからわかんやろ。見てんよ。いいんかい。どんなコンテンツにしちゃうんだ。8日間のみんなの変貌ぶりですかね。そこから市街地の過酷さと魅力を。4時、もう10時間もさ動いてるのに。そうですよ。あ、気づいちゃった。手慣れたもんですね。あ、しない。あれ。ここがゴールなら、ここがゴールなら、まだ
半分も行ってないもんね。うん、そうだね。いい山でした。いい山でした？うん。綺麗でした。綺麗でしたね。本当にお天気も最高です。お疲れ様です。ボロボロです。うん、でもよく来た。お疲れ様です。心は前向きです。うん、顔は元気です。時間やばいですか？多分間に合わないです。間に合わない？間に合わない。正式にやめてもらうことを進めます。今子です。今日は悔し涙を流さないといけないのか、枕を濡らして。やめる？正式にやめてくださいと。やめてください。これをトップで3時間半ですよ。トップで3時間半のところを。トップだ。トップはだってここまで走ってきてるでしょ。うん、でも早いですよ。僕らここまで走ってきてる。昼間の3時間半。昼間の3時間半。冷静な頭になって。お前12キロしかないあれ。江戸から杉まで12キロって出ちゃうかな。どうかな。よろしくお願いします。寒いな。後ろどれくらい離れてます？40分くらい。あ、本当に。いや、ほんまきつい。早いっすね。全然追いつけなかったです。いや、途中で携帯の充電が切れちゃって、バッテリーもおかしくて、でさっき伊勢橋で充電して、後ろの人待ってたんですよ。だけど、追いついてこなくて。さっきね、森の中で15分くらい寝たんです。気持ちをもう一度走る方向に持ってきたのに、うん、ちょっと休んでる。いやー、終わんない。あと13キロとかと思うと走れなくなっちゃって。うーん、あー、でも走るな。これとか走るとかないと。あ、じゃあ行きます。11キロになった。話してるうちに。これ、ロードだったら1時間とかあるんですけどね。あ、光ってる、光ってる。大地！お帰り、お帰り。いや、ほんまにきつかったっす、これ。スピードランの倍きつかったっす。マジで。あんた。いやー。お疲れ。あお疲れ。疲れ。すごい、すごい。死ぬ、ほんま。20時19分です。今回の最大のもう、あ、やばかったのが、うん、携帯のライトが勝手につきっぱなしになってて、はあ、ほとんどなくなって、はあ、充電をちょっとだけ受けまして、あ、はいはいはい、それでなんとかあとはオフラインで繋いで、あ、なるほど、行きました。はい、お疲れ様です。いやー、いやー、お疲れ様です。9時46分ゴールです。別にコースはきつくないですけど、うん、距離がきつい。あ、長かったですもんね、今日長い。明日で終わりと思うと、うん、楽しいけど嬉しいね。体が動いたらそこが勝負の方が。そうだったんですね。ここから一緒になったんです、2人。素晴らしいです。あ、そこでもう会ったんですね。もう特定感ですけど、うん、今日は一緒にゴールしましょうかっていう話に、はい、お互いグロッキーになっちゃったら、はい、簡単にパッと取られるっていう、はい、衝撃の展開なんです。そうですよね、衝撃でしたね。めっちゃ元気でした、はい。すごい、2人交わしたんですか？大月さんと入江さん、入江さん、あ、2人で歩いちゃったんですけど、あ、はいはい、うわーって追いつかれると思わへんかったんですけど、あ、へえ、さっきですよ、だから、あ、はいはい、お疲れでした。お疲れ様です。ありがとうございます。すごい、すごいわ、めっちゃかっこいいです。すごい、お疲れ様でした。
本当ありがとう。ごめんなさい。はい、23時6分。おかえりなさい。おかえりなさい。ありがとうございます。長かったですね。ここで会えると思ってなかったね。嬉しいです。ちょっと人に会うとほっとします。なんか夜一人で歩いてるとちょっと寂しくなってくるんで。そうやね、そうやね、ちょっと辛かったね、うん、どうですか太一くん、もうちょっとやね、眠い、眠いんだな。明日で大津港に戻れるよ。道で寝てる写真をちょっと見させてもらったんですけど。あ、今方が良かった。ごめん。本当は7、8全部一緒に行く予定だったんですけど。うん、はい。こんだけかかっちゃったから、多分8全部は。うん。私は無理だから。で、途中で。で、途中で、うん、そうですね。あの、公園の移動の、はい、手前ぐらいからそうしようかな。ああ。おめでとう。右左。なりなさい。すごいすごい。ありがとうございました。遅くまで。いやいやいや、もう、よう頑張りました。遅くなのか早くなのか。最後までください。今日制限時間厳しいんだよな。すごい。普通に元気してたんだけど。普通に帰ってきた。よかった。だからもう全然セーフです。爽やかすぎる。今から。はい、じゃあ行きまーす。緊張してもたことは一言も言えないです。言えないです。もう今日は福島さんの後押しをしたいだけです。はい、いらっしゃい。頑張って。走ってる、フリー。ちょっと復活しました。ちょっと復活しました。あ、よかった。子供が大きなタヌキの前通るルートだったらしい。頑張りましょう。あ、坂田さん、おはよう。にかかってますからね。プレッシャーを与える気はないですけど。ジョヤさん走ってる。走ってる。ジョヤさんが繋いでくれたから。いいものでちょっと。走ってる。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。いらっしゃい。入江さん元気ですか？赤木さんどうですか？まあ元気です。もう今日で終わりと思うとね。うん、嬉しいような悲しいような。わかります。私も一緒です。贅沢な山遊び。ですよ。これ走ることは集中するだけですからね。はい、集中できました？泣けてきちゃった、ね。やめて。私も泣けるから。早い。もうあと、今日だけ。長いなと思ってたけど、うん、気がつくと最終日なので、もう力は余すことなく出し切ってきます。
どうされましたか。でかいかと思ってました。これは作戦ですか。作戦っていうか、もうこれしかできないです。いや、やばかったです。やばかったですか。昨日が一番。昨日はやばかったです。きつかったですか。178。あ、1でダントツやった方や。はい、あ、そしてお隣の、はい、あの2日目ご一緒やった方や、はい、お帰りなさい。はい、ありがとうございます。ちゃんと家族サービスしてきましたか。今日もゴールでみんな家族で、うん、待ってくれてるんですよね。今日はじゃあこの2人で最後まで行くんですね。行けるかな。この市街地走るために、はい、アメリカに帰ってきた井上さんです。大地井上です。大地井上さんです。あ、大丈夫。元気そう。あ、市街地 T シャツ、はい、ナイスランです。はい、ちょっとついていきます。前の2人がめっちゃ速いです。めっちゃ速い、めっちゃ飛ばしてました。フルーツだからね。ただ、はい、今の道まっすぐ行きました、うん、え、さっきの今のとこ、はい、まっすぐ行っちゃった。はい、気をつけてくださいよって言いながら、はい、はいって言いながら行きました。僕ら今1位やん。そうなんです。昨日は走られました。昨日は休みました。あ、そうですか。ボロボロにして、うん、でもそれがいいです。チームはね。おととい出し切っちゃって。あ、はい、おとといの部でしたか。トップどうなったんですかね。トップもう行っちゃったんじゃないですか。気をつけていってらっしゃい。楽しいね。あ、今田です。今田、はい、今田真紀子です。行ってらっしゃい。お疲れ様です。赤木さんは今日も走られる予定でしたか。いや違いますよね。僕もそう思ってたの。はい、昨日のスパートは今日休みだからね。最後のスパートはね、素晴らしかったですよね。出し切ったのかなと思ったらいらっしゃる。意外と残ってた。さすがです。明日もやってみたい。こんな距離走った方が悪かったな。ああ、そうなんですか。あんまマイルとか出ないんですか。出ない。あ、そうですか。すごいですね、じゃあ。そう思ったらすごい、ね。うん。おお。おお。水浴びた。水浴び。よし。私が喋って見送ったその直後に白旗ありましたよ、マーキング。いやいや、すぐ戻れたんですよ。すぐ戻れた。すぐ戻った。けど彼は見てなかったから、彼は見えなかったから絶対見えるぐらい外してたはずやもんな。いや、あの、戻ってこられるまで私待ってたし。そうか、行きました一緒に。だから2位と、はい、頑張って。気をつけて、いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。普段一緒に走る仲間ですか。そうです。重曹系、うん、アルプス、みんな大丈夫や。みんな大丈夫と思う。めっちゃ心配されてる。今日もう2回間違えてる。今もう2回、はい、もう朝から。さっきめちゃめちゃ大声で呼んだもん。助かりました。これ福島さん多分走ってるよ。うん、うん、誰、歩いてないわ。大輝さん。大輝、あー、大輝さん1個前。あ、走ってたでしょ。うん、走ってました。あんなに足ずるずるしてんのに走ってる、うん、すごいね。すごい、あんなに林道嫌いだったのに。そうそう、林道全く走ってなかったのに。あ、そうなんですか。今日は、あ、言ってましたね、林道くっそ遅いって。なんかダラダラ歩くって。今日なんかね、ゾーンに入ってる。あ、最後ですからね。もう行くね、あれか。みんなすごいな、走るな。ねえ、なかなか
すごいですよね。強いですね、さすが。いやいや、ホームコースだし、ホームコースだし、ここはいつも歩かず走るところですもんね。そう。最初は走れなくて、はい、違う馬の中みんな走ってるのに、はい、私だけ走れなくて。ここですか？そう。そうなんですか？そうなんですよ。何年か前ですか？去年かな。へえ。それを、それはみんなと一緒に、そうそう、ついてってて、そう、鍛えて、そう、走れるようになってますね。ねえ。よかった。大丈夫ですか？解放されたい。肩がすごいだけで。かっこよすぎる。進むしかないですもんね。そうですよね。もうちょっとですか。ノンストップで走ってる。ねえ。やっちゃうよ。ねえ。うん、夏目ちゃんが言ってた。すぐ前にいるよ。出て出て。疲れちゃった。走りやすいよね、でも。おはようさんです。今朝もあったね。いや、足が棒のようって感じ？マジで棒ですね。あ、マジで棒か。マジで、マジでストップみたいな感じで。ああ。わあ、こんにちは。お疲れ様です。水を水を水を入れます。どうぞ。はい。お疲れ様。あ、お疲れ様です。ちょっと井上ここでドロップします。お疲れ様です。はい、座ります。あ、日陰にじゃあ出た方が。負けたくないチームはどこですか？それはカットしてほしい。あれ、ランボーズです。 あんまり差がないんですけど、2位と3位は昨日巻き返して、はい、ずっと3位やったんですけど、はい、鈴鹿のセクションで多分2位になったんですけど。そうなんですね。このままちょっと守りたいな。たしきさん、はい、441って最後の15ですと。長かったですか？長いですけど、はい、走ってないんでね。あ、そっか、うん、終わってみてですね。すごいと思います。自分の足でつないで、ね、はい、本当にはいや、間が飛んでも十分すごいと思いますけど。いやいやいや、庭じゃないですか。ナイスファイトです。なんで元気になってるね。元気になってめちゃめちゃ元気です。あ、すごいじゃん。もうやばい、すごいすごい、すげえ、マジか。はい、どんな感じなんですか。しがましょう、このまで。はい、行きます。ここは手前開けて、どんだけ走るんですか。はい、ゴールで待ってるよ。今日2回目。頑張って。
明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。行ってらっしゃい。あ、ここですか。そうそうそう。おお。なるほど。走ってきた山が見えるって。あ、あっち。あ、今日今朝ですか。そう、そうですよ。うわ。いいですね。ね、走ってきましたね。もうちょっとだ。すごいスピードだね。下りの上りだけです。ああ、そうなんや。下りが痛いの。痛いです。大丈夫。はい、もうあとちょっとですね。ね、はい、今日は僕はどうですか。ちょっと大月さんだいぶ、はい、来ます、ね、はい、足なんで。おお、大津見えたね。ゴール見えたね。見えちゃった。はい。ゴール寂しくない？いやいや、早すぎるんですよ。お疲れ様でした。あそこまで行きましょうか。すいません、あの、はい、リタイアばっかで。いや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 、最後だけもう早すぎてまだみんなが集まってませんでした。ボロボロなっちゃった。もうトップゴールしたよ。いってらっしゃい、頑張って。すいません、ありがとうございます。二人揃った。元気やね。うん。もう池田さんはロックオンしてるからね。そうなんだ。追ってじゃあ。逃げてたね、じゃあ、そういうこと。ロックオンなんだ。ボロボロだよって言ってたよ。全部の。はーい。すごい夫婦だね。化け物、化け物。断然2人の方がいいです。よかったです。よかった。本当に元気に最終日走りました ね、 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 ね、なんかいろんな人に会えて話できて、はい、はい、本当にあのありがとうございました。いいえ、こちらこそ。おかえり。どうも。
ました。ありがとうございます。ジローさんおめでとうございます。いやー、つながってることを証明しました、ね。つながってることを証明したね。こんだけ多くの人が見て、本当に足で行けるっていうね。いやいや、証明できてよかった。お疲れ様でした。ありがとう。めちゃくちゃ嬉しいでした。お疲れ様でした。ああ、いやいや、一応ゴールしてない、ここやろ。キーサーだったんで。それどこじゃなかった。立教登ってるのが見えてる。やばい立教かみたいな。来たよ。ナイスゴー。頑張ったよ。マスター全動お前死ぬぞ。でもだいぶ無理したでしょ。見込みが取れてるはず。いや。めっちゃ早い。何あれ。これをね、乗り切ったらね、これから多少へこめませんよ。もう、やりました。よくやりました。はい、そうですね。でもさっきも言ってたんですけど、今回本当すごいメンバーが集まったなって思って、すごいいい出会いとかあったんで、いや本当に。いい経験させてもらいましたし、すごい大切な宝物になったなって思います。やりんたらぽーと、もう一回行きたいみたい。なんか3日前くらいからもう終わっちゃうんだって思って。あ、寂しいと思って。2周年おかわりを、おかわり。仲間との絆をもってつなぎ、設定サイドルートを走破したことをここに認定し表彰いたします。令和元年5月5日 NPO 法人市街集トレイル代表成田直隆、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。見えましたね。はい。
眠たいの？うん、わかるよ。行こう。行きますか。勇ましいや。もう一回いいですか。最近、もう不明だろう。続いて、スパゲッティ食べました。めっちゃいいですね。それが、やっぱ感想の。いや、マジでそうですね。増田さんいなかったら感想できてないし、うん。俺は本当に。そうだね。っていうのを増田さんに言うと、増田さん、うん、めっちゃ笑って、うん、お前本気でいけねえだっていう感じ。すごいね。あっ、あー、しんど。怪我してない？あー、大丈夫です。すぐ病院のとこにある。また病院に行こうとする。その県境って、まあ、基本尾根じゃないですか。基本尾根で、で、まあ、大体そのなんだろう、道がないところなんて、まあ、当然あって、で、まあ、それをぐるっと一周って結構すごいなっていうのが、まあ、最初にイメージであって、で、まあ、実際自分でこう線を引いてみて、あ、もうここ本当に県境をなぞってるだけだなみたいなっていうところとかも結構あって、あ、これ本当にすごいなと思って、で、そうやって自分の頭の中で、あ、じゃあ実際行ってみたらどうなのかなっていうのをワクワクしながらこう大会に行ってた感じですかね。こう最後は本当に、その初日のあの分岐したところ、うん、あそこに戻ってきて、初日こう進んでった時に、あ、最終日生き延びてたらこれこっちから戻ってくんだなとかって思いながらこう進んでったんで、まあ戻ってきた時は、あーって、あー、よかったなみたいな思って、まあ、下って、うわ、ここ病院あるやんみたいな。病院寄ってからゴールしたいなと思いつつ、防御病院を右に曲がり、交差点を左に曲がってっていうことで、あ、はい、戻ってこれてよかったなって思うんですけど、僕はその今回サポートの方がついてくれて、本当にそれはすごい大きいなって本当にそれは思いました。ソロでは歩ってはいるんですけど、なんだろう、チーム戦じゃないですけど、結構この感覚僕すごい初めてで、まあ、増田さんがついてくださって、本当に何だろう、歩いてるのは僕だけなんですけど、こうチームっていうかで何かやってる感じが僕は本当にすごい楽しかったし、すごい感謝ですね。本当にそれが、まあ、まあ何か本当にこうスタートするときはこう遠くのこう山見ながら、あ、これからこうやってここをこう使ってこう乗り換えていくんだなっていうのをこう、まあ、8日間通してぐるってできたっていうのはなんかすごい、あ、よかったなって、あ、ここ行ったんだな俺みたいな、うん、あ、俺意外とすごいんじゃないかみたいな、あ、よかったっていう、本当にやっぱこれ戻るの、やったぜ、やったさんのおにぎりいっぱい食べてたから逆に太ったんじゃないかな。逆にカロリーを逆に痩せないと。増田さんは？増田さん来ない？増田さんは来ない？サポートいた。あ、増田さんありがとうございました。こちらで、ね、こちらで、ね、ここで。こちらに。こちらにどうぞ。
前38分応募や。厳しい厳しい、お父さん厳しい。唯一の一人でのコンプリートということで、本当にすごいことだと思います。おめでとうございます。いかがでしたか？楽しかったけど辛かった。まあ辛楽しいってやつですかね。まあ刺激があっていいと思います。お疲れ様です。みんな撮ってもらった、みんな撮ってもらった。お疲れ様でした。一緒に映った、一緒に